今から鹿児島に行ってます。初めてこう DJ ブースに入ってどうですか？長いですね。DJ の柳田博さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イケメン対決らしいですから今日は。イケメン対決ですよ。もう負けませんよ。ラジオですからね。イケメンです。あ、健吾君ちょっと緊張してます。緊張してます。初めてのラジオ緊張します。ザッツ鹿児島テイメント発掘いいよね本舗天文館本店木曜日、この番組はベスト電機の提供でお送りいたします。あるわけでございましてですね、後ほどゆっくりとですね、いろいろお話を対決をしてみたいな、対決ではございませんけどもね、まあ可愛い鹿児島出身の後輩といえば後輩でございますんで、ははは、いうことで、ぜひですね、お時間のある方は、この後ですね、5時30分、もうすでにスタジオには入っていただいてるんですが、37分頃からいろいろとですね、お話をお伺いしてみたいというふうに思いますんで、お時間のある方はぜひブレンド FM の前の方までですね、遠くからじゃ見えませんよ、ぜひこちらの方までお越しいただきたいと思いますけれども、11月9日生まれということですから今、22歳。22だったらもうちょっとがっくり四つに組んで勝負できたのになという気がしますけども、身長は180センチ、はい、ということでですね、まあ、バスとウエストヒップって資料あるんですけど、別にこれ言ったところで、まあ、僕よりもずっと細いということでよろしいんじゃないでしょうか。でございます。血液型は O 型、趣味はアクセサリー作り、特技は少林寺拳法ということで、やってんですか？やってたんです。やってた、はい。はあね、憧れるんですよね、こうちょっと細身のこのスレンダーなボディにキュッとついた筋肉、憧れますね。でも昔は僕もね、仮面ライダーのように腹がこう分かれていたような時期も昔はあったんですけども、まあ自分のことをね、懐かしんでる仕方がございません。さあ、鹿児島出身ということで久しぶりに鹿児島に帰ってきました。はい、この今回帰ってきた理由というのは、今度6月25日に、はい、DVD を出すことになったんですよ。DVD、 それはい、はい、で僕鹿児島出身ということで、はい、鹿児島で撮影することになって、はい、いうこと。結局今ここにですね、同じ事務所、あの事務所トリプル A という事務所のね、はい、大先輩には原田龍二さんとかいらっしゃるということでございますけどね、はい、その他のもう一人、まあ、イケメンがここは多いんですね、なんかね、マネージャーイケメンじゃないんですけどね。マネージャーも鹿児島出身ということで、ですけどね、だからこうやっぱりイケメンに憧れるんでしょうか。ということでございますが、この今手元にあるのが、これはミゾロギケンさんですね、はい、これはアポロナ事務所で、はい、この方のこういう DVD で、まあ、いろんなそのプロモーション DVD みたいな、そうですね、もうね、大口健吾の良さをじっくりとこの DVD を見て、感じてもらおうという、これは6月25日に発売です。6月25日ですね。で、地元鹿児島で撮影をもう終わったんですか？そうですね、昨日で終わって終わった、はい、
そこにですね、ロケスケジュールというのが大体これはあるんですけども、もう朝早くから大変でしたですね。ね、大変ですね。いろいろとね、いうことですけども、池田湖とかね、染め流しにも行ってありましたか、ね、あと桜島もちろんね、まあ、その辺の撮影っていう部分はやはりこれは演出をされる方が誰かいらっしゃるんですか。そうですね、監督さんがいらっしゃって、はい、ここはちょっとこういう風にやろうよ、ね、はい、まずその自分の方からはこうしたいというのは、まあ、まあ言ったりもしますし、なるほどね。鹿児島はもう僕のもんだから、ね、鹿児島の良さはこう撮ってくれみたいなというのがね、あればいいんですけど、まあ、ぜひということでこの DVD が今度6月25日に、発売になります。これはベガですね、ベガファクトリーというところから、発売になるわけですが、こちらを見ていただくとその鹿児島のまたね、あそこだここだっていうのがね、いうことでございますが、ぜひですね、皆さんもお口金をぜひチェックをしていただきたいと思います。鹿児島出身でございますからね、これからもうこれだけお話をしたらこれがメジャーになってももう知らんふりはしてませんからね、はい、よろしくお願いしますよ、マネージャーも。はい、はい、ということで、よりもこう聞き取りさんの方もですね、ぜひ、応援してあげてください。ということで、今日のゲストは俳優の大吉健吾さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。緊張しましたか。してない。いや、してる、してる。しまくってたじゃん。鹿児島に帰ってきて、まあ今日帰るんですけど、日頃こっちに住んでたら行かないようなところとかも、鹿児島に帰ってきて行っていて、母校とかで行けたんで、すごい楽しかったです。今から東京に戻ります。